イベント準備中だって。今からワクワクするね。ねえねえ、雑誌の特集見た？私、勇気をもらえる馬娘なんだって。えっへん。みんなと雪合戦もしたいし、こたつでみかんも食べたいし、どっちにしようかな。せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて、だって。今日のテストは赤点だったんだ。けどね、全部答えて偉いぞって花丸もらえたの。農家のおじちゃんがまた人参くれたんだ。後であげるね。人参畑でお昼寝したら、人参たっぷりの夢が見られるかも。ねえねえ、やってみようよ。オペちゃんがね、笑うと強くなれるって言ってたの。はぁ、はっはっは。どうかな。うららは元気の子だから、転んでもへっちゃらだよ。絆創膏だってあるもんね。面白そうなイベントだね。早く見に行こうよ、トレーナー。みんなとちっちゃい時の話をしたんだ。私は今と同じ、ずっと走ってたよ。